皆さんおはようございます。2021年6月27日日曜日、衆議院議員の原口和弘です。明日のご挨拶 B です。ちょっとツイッターライブが不調でダメなんで録画してお送りします。どうもこの辺 Wi-Fi に捕まってるみたいですね。なんでかな、さっきですね、ギリギリまで張り詰めないということを言ったら本当に切れちゃいますよと言ったら電波の方が切れちゃって A が途中になりました。ここからは録画でですねお届けします。で、嫁さんは真面目な人だったんです。すっごくもう気真面目な人で、だから分かるんですね。私が張り詰めてる張り詰め方がひどすぎるとふっと緩めてくれる人でしたね。そこまで やっちゃいけないと、止めるっていうことがなかなかこうできない、ブレーキがついてない。そうすると自分でももう体も悲鳴上げて心も悲鳴上げてんのに、もっともっとってやってしまう。だから安息日っていうか休みって大事なんですよね。太郎さんおはようございます。2回連続で乗せた、失礼、電波を邪魔されて録画でして、まあ人間が集まるといろんなことがありますね。だからいろんなことがあるからこそ、まあ人生は楽しいんでしょうけど、人のこの心の浅さみたいなもの、俺が俺がっていうのが出た時には大体ダメですね。それは非常に感じます。で、田中仁先生が赤木さんの赤木ファイルのことをツイートされてました。傲慢な権力に翻弄された官僚の悲哀ということで、悲しみということで書いてありましたけど、本当に傲慢な権力は自分を守るためだったら何でもやるということを私も何回も経験しました。そういえば田中仁さんもそういうものにさらされたお一人でしたね。私たちは拉致議連を作ってそれまでの拉致議連と違い行動する拉致議連だということでやってきたんですけど、そこでの田中さんの権力側から流されるプロパガンダは、田中さんに対しての誹謗中傷は本当にひどいものでした。私たちもそれ分かりませんから、最初は、そういう人がいるんかって思いましたけど、実際に会ってお話を聞いたり書いておられるものを見ると全然違いますね。自分を守るためのこうやって嘘をつくんだっていうのを思いましたね。敵役だったですもんね、拉致議連とかそういった一部の人たちにとっての田中さんは。いや、今横で一生懸命仕事しててですね、そんな風にされたらたまらんでしょうね。たまらんだったと思いますよ。で、昨日はズームで原口和弘ということで、本当にたくさんの皆さんありがとうございました。本当に感激しました。あれもね、公開できたらそれはそれですごいと思いますけども、しかし公開しないから本音をですね一対一でお話ができるという、本当に北原さんのところもバラ綺麗ですね、いや本当に差し際
をいただきまして本当ありがとうございます。ここに事務所建てるかな。もう間に合わなくなりますもんね。いや、今日は本当にいい天気です。気持ちのいい日曜日ですね。さて、もうこの辺で電波が大丈夫かな。大丈夫だったら、ちょっとツイッターに変えたいと思います。うちのひいじいさんと土地、ここは僕が生まれたところね。こんだけあったら結構な駐車場ですよね。じゃあちょっとこれでね閉じてツイッターにもう一回挑戦してみます。ごきげんよう。